梅山豚梅山豚とは中国の太鼓豚系の原種豚の品種名。また、茨城県佐島郡境町塚原牧場の登録商標名でもある。なお、中国においては豚とイノシシは同義でもあるため、梅山蝶という表記もある。梅山豚は中国太鼓豚系の原種豚である。最有期に登場する蝶八海、方針演技に登場する。 梅山7階の種島のモデルになったとも言われている。多産系の豚であり、雑食という特徴を持つ。日本での梅山豚については、1972年、日中国交正常化の際にジャイアントパンダに続いて、梅山豚10頭が寄贈されたことに始まる。その後、民間においては、1989年に塚原牧場がオス2頭、メス10頭を初めて輸入した。 しかし、翌1990年に中国政府が禁止品目に指定したため、日本で飼育されている梅山豚は農林水産省と塚原牧場を合わせて100頭前後しかいない。梅山豚の多産遺伝子を特定し、生産効率の向上に活用する研究が畜産草地研究所で行われている。 塚原牧場から主に出荷されているのは梅山豚のメスとデュロック種のオスを交配した梅山豚の F 一種である。農業生物資源研究所、農業、食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所、プライムテックが協力し、2000年7月2日に世界では2番目、日本では初の事例となるクローン豚、ゼナを誕生させた。このゼナは、 梅山豚のメスである。塚原牧場は茨城県佐島郡境町の企業である。ありがとうございます。